5アミノレブリン酸、またはデルタアミノレブリン酸は、ポルフィリン合成経路の最初の生成物である。ポルフィリン合成経路の出発物質であるアミノレブリン酸の合成経路には2種類があり、生物の系統によってどちらを用いているかは異なる。2種類の経路を両方持つ生物は稀である。色素体を持つ深刻生物はミトコンドリアも持っているが、 通常どちらか一方のみが用いられる。例えば緑色植物、構想、軽相では、色素体の C5 経路のみが利用され、シェミン経路はそもそも存在しない。両方の経路を利用している生物としては、緑虫が挙げられる。動物においてはグリシン及びスクシニル COA から、アミノレブリン酸合成酵素の作用で合成される。5アミノレブリン酸は、 動物においては、ポルフォビリノーゲンシンターゼによって、ポルフォビリノーゲンに代謝され、さらにヒドロキシメチルビラン、ウロポルフィリノーゲン 3, コプロポルフィリノーゲン 3, プロトポルフィリノーゲン 9, プロトポルフィリン9となる。プロトポルフィリンは、鉄イオンを配位することで、血液中のヘモグロビンや、薬物代謝酵素である、P450 を構成するヘムとなる。デルタミノレブリン酸から、 プロトポルフィリン9までの生合成系路向き鉛は SH 基と結合することにより5アミノレブリン酸脱水酵素と M 合成酵素を阻害するため尿中には5アミノレブリン酸とコプロポルフィリンが排泄されるこれらの異常値は症状がなくても認められるため鉛曝露の指標として有用であるさらに鉛のヘムの分解の促進と合成の阻害により ヘムの量は著しく減少し、ヘモグロビンだけでなく、M タンパク質である P450 も減少する。症状としては、貧血と鉛線痛が挙げられる。医療分野においては構造管剤として、抗戦性核化症やニキビの治療薬に用いられており、近年では、レーザー照射と組み合わせて、 脳腫瘍の術中診断に用いられる。また、皮膚癌等の癌の治療も試みられている。また、2018年には、京都大学の和田慶人准教授らが、難病の一つ ATRX 症候群の治療薬としての可能性を示唆する論文を発表している。構造管剤の作用による除草剤として考えられていたが大量に使わないと効果がなく、 逆に成長を促進する現象が見られて、断念肥料として使用する研究がされた。低濃度のアミノレブリン酸と微量のミネラルを配合した水溶液を植物に散布すると、葉緑素が増えて成長を促進させることが発見され、これを添加した液体肥料が販売されるなど、農業分野においても応用されている。現在、 コスモ石油において光合成細菌による大量生産法が確立されている。2021年2月9日、長崎大学の北清義教授によると、5アミノレブリン酸を試験管内で一定量以上投与すると、SARS 株マイナス2の増殖を阻害、抑制することが確認された。2月4日から人への臨床試験も開始されている。ガンリスク評価。 のは尿中の癌細胞由来代謝物と酸化物質を調べることで癌のリスク評価を行うものである注射や痛みを伴わない非侵修性の評価方法となっているリスク評価には健康食品区分の ALA カプセルを利用する米国にて開催された ASCO2020 米国癌治療学会議において ALAPDS の肺がん患者を対象とした 解析研究結果が、帝京大学医学部附属病院、山内良健医師らにより報告されている。成果は、5アミノレーブリン酸を用いた、簡易的ガンリスク評価法の検討試験として、行われた、医師主導臨床研究の成果の一部である。演題番号、E2027 演題タイトル、ザバリディティオブ5アミノルエブロニックアシッドアズ A。 バイオマーカーフォーリスクスクリーニングサポーティブダイアグノスティックパラメーターズインラングキャンサーペーシエンツ発表者吉金山内徹同報告において肺がん患者群では健常ボランティア群に比べ尿中ポルフィリン代謝物が優位に上昇していることステージ0またはステージ I の早期肺がん患者群においても上昇することが示されたこと p e t c t が陰性であった、肺がん患者群でも上昇が確認されたことから、非侵襲性で簡便なリスク評価指標、あるいは診断補助指標として、同手法が優れていることを示すエビデンスとなっている。http:/www.cancerit.jp:/xoops:/modules:/ars。 に c えントリー、php、イントリドイコール205、難治性疾患、ATRX 症候群の治療に、新たな光。京都大学。2018年5月22日閲覧。https コロンスラッシュ www.kegg.jp スラッシュ medicus-bin スラッシュ japic、med, japic。 コードイコール00067162新型コロナ増殖100%阻害長崎大学研究結果発表エヌスタ TBS ニュース2021年2月14日閲覧5アミノレビアリンアシッドインヒビッツサーズ株 -2 インフェクションインビトロ北清吉、長崎大学2021年2月14日閲覧ありがとうございます